まあ、この日はどんな計画でもいいので、計画を立てると運気も気運も上がります。さあみんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる始まります。さて、私はいつも心からの豊かさをお伝えしていて、みんながハッピーに元気になるようにお伝えしています。 LINE もやっているので、よかったらぜひ私とつながってくださいね。で、5月26日は虎の日がやってきます。この日のお誕生日の皆様、5月のお誕生日の皆様、おめでとうございます。楽しくお過ごしください。で、最強の金運パワーがとっても高い虎の日は、お金にまつわることをするといい日なので、大きなお買い物をしても虎の日はお金が戻ってくると言われているので、自分が必要なものを買うには絶好のチャンスです。さらに虎の日の虎は千里を行って千里を帰るとも言われていて、無事に帰ってこられるという意味から、旅行の旅立ちにもとっても向いてます。まあ、旅行に行かなくても、特に旅行の計画はチャンスをつかみます。そしてこの日は短期にちょっとなりやすくなるので、気が短くなったらこういう日だからしょうがないと言って、体を動かして深呼吸しましょう。この日はですよ、特に気が短くなると損することが出てくるので、ちょっと力を抜くことで機運がアップします。そしてこの日は年に1回の大きなイベント、それは幸運と拡大の星と呼ばれる木星が大移動するんですね。それが2023年の5月中旬頃からおひつ座に滞在していたんですが、この5月26日に双子座へ移動します。ここから2025年6月上旬頃まで双子座に滞在するので、新たな幸運と拡大の約1年が始まります。木星がどの星座に滞在するかによって、私たちの1年分の幸運と拡大の形も変わって、世界の経済や人々の気持ちも変わっていくと言われているんです。この期間はコミュニケーション、通信、情報や学び、旅行などに注目が集まる1年が、まあ、ここからスタートします。今言ったことを意識して流れに乗っていくと、ワクワクすることや面白いこと、楽しいことが増えていきます。ただですね、ワクワクすることや面白いこと、楽しいことを増やすためには、興味を持ったことにはアクションする意識が大切になってきます。この木星双子座の1年間をぜひ楽しんでいきましょうね。まあ、1年続くので、改めて木星双子座のことはお伝えしたいですね。ということで、この虎の日にやったらいい開運アクションを6つお伝えしたいと思います。まずこの日にやったらいい定番の開運アクション、1つ目は開運フード。金運アップフードはトウモロコシ。トウモロコシの黄色い色は金運アップの象徴です。そしてトウモロコシの甘みも金運アップに効果があるんです。またトウモロコシは米や小麦とともに世界三大穀物と呼ばれていて、ぎっしりとたくさんの実をつけることから、お金をどんどん増やしてくれるパワーを持っています。そして金運アップフードはほうれん草。ほうれん草のような緑黄色野菜はやる気やモチベーションアップさせてくれるので、行動的になることができます。行動を起こすことで運が動くので、金運アップには効果的な食材なんですね。ほうれん草は栄養も豊富に含まれているので、健康も一緒にアップさせてくれますからね。そしてラブアップフードはさくらんぼ。さくらんぼはついになっている姿が可愛らしい果物ですよね。さくらんぼはいい出会いを引き寄せたり、パートナーとの絆を深めてくれる効果があります。またさくらんぼには女性の魅力を内側から引き出してくれるパワーもあるので、魅力あふれる自分に自信もついてきますからね。次に2つ目の開運アクションは、開運日には欠かせない定番の金運アップ掃除。この日はファブリックの洗濯をする、または干す。玄関マットとかラグ、クッション、枕というように、私たちを優しく包んでくれる布製品は直接肌に触れるものも多いですね。ファブリックは洗濯をしたり干したりすると邪気を払うことができて、新しいエネルギーを吸収することができます。肌に触れるようなものであれば、自分についた邪気を吸い取るパワーが高まったり、干して太陽のエネルギーを吸収させると、自分にもそのパワーを取り入れることができるんです。
洗濯とか干すことで浄化すると自分以外にもその場の空気を変えることができて、新しいパワーを循環させることができるので、お金の運気が上がっていきます。洗えないファブリックは、干すだけでも邪気を払って、エネルギーを上げていくことができて、運気も気運も上昇させていくことができますからね。そして、この日にやったらいい3つ目の定番の開運アクションは、神社参拝。虎の日なので、毘沙門天様が祀られている神社に行くといいです。虎は金運や財運、厄を払うご利益のある毘沙門天様のお使いと言われています。毘沙門天様の祀られている神社やお寺でお金の宣言をしたり、叶えたい願いの宣言をするといいです。今年は辰年なので、龍神様がいる神社仏閣や、金運のパワーが高い日なので、金運アップの神社に行くのもいいです。この日行った神社にご神木があったらそのパワーを味わってくるといいです。ご神木というのはご神体として祀られている木のことで、昔から自然には神が宿ると言われているんです。神社にあるご神木にはしめ縄が付けられていて、ご神木に近づくことでパワーを感じることができます。神社によって触ることができるご神木とそうでないものとあるので、その際は神社のルールに従ってくださいね。もしご神木に触れることができるのであれば、しっかりと手水舎で手と口を清めて、汚れを落としてからにしましょう。触ることができないご神木でも手をかざすことで十分にそのパワーを味わうことができますからね。ご神木のパワーには潜在意識を開花させたり、浄化や安心感をもたらしてくれるパワーがあります。そしてご神木のパワーを味わったら、最後にありがとうございますと感謝の気持ちを忘れずに伝えるといいですね。さらに効果を上げるために、吉方位の神社仏閣や急にご利益がある神社仏閣に行くといいです。その場合はこの日場を参考にしてね。吉方位は簡単に波動を上げて、運のポイントがパクッタイに上がりますからね。そしてこの日にやるといい4つ目の開運アクションは、計画を立てる。まあ、この日はどんな計画でもいいので、計画を立てると運気も気運も上がります。ちょうど木星が双子座に入るので旅行の計画もいいですね。あとは勉強の計画でも何でも OK。 計画を立てることで集中力が高まったり、やる気や楽しみにつながるので思考がポジティブになっていくんです。計画は今日一日の使い方とかでもよくって、やるべきタスクが分かると迷いなく自分主導で一日を使うことができますよね。小さな計画を立てて、それをちょっとずつ達成していくという計画法もあって、それを繰り返すと、その都度達成感も味わうことができます。この日は仕事の計画、旅行の計画、やりたい勉強の計画、貯蓄の計画といった、どんな計画でもいいので、楽しんで立ててみることで運気も気運も上がっていきますからね。そしてこの日にやるといい4つ目のカーアクションは、音楽を聴くと運気上昇。好きな音楽を聴いて元気になったり、心が揺さぶられたりすることがありますよね。耳から入った音楽は脳に伝わっていくので、リラクゼーションや落ち着き、または興奮だったり、気分を上げたりと心や感情を活性化させることができるんです。好きな音楽は人によって様々なので、自分が聴いていて一番心地よいとか、楽しいと感じる音楽を聴くのがストレス緩和にもなるんですよ。好きな音楽を聴くと潜在意識も活性化されるので、インスピレーションが冴えたり、五感も鋭くなるので自分の波動が上がりますからね。またヒーリングミュージックも波動を上げるのでおすすめです。ヒーリングミュージックは落ち着きや癒しも感じることができますね。一日の終わりにゆったりとヒーリングミュージックを聴くのもいいですし、家事や仕事の合間に聴いても心が安らいでゆとりを持って過ごすことができます。私のチャンネルでもヒーリングミュージック、まあ、機運が上がる音楽もいっぱいあるので、ぜひ聴いてみてください。機運が上がる方がとっても多いですからね。そして、この日にやるといい6つ目のカーアクションは、木が多くあるところに行く。まあ、この日のラッキースポットは木が多くある場所です。木には心を癒したり、穏やかにしたり、元の自分に戻るためのパワーがあるんです。また木には浄化のパワーもあるので、木の多い公園に行くと気分がすっきりしたり、パワースポットにも木がたくさんあったりしますよね。この日は木が多くある公園でも、木が多くある神社といった場所に行くと生きるエネルギーがもらえて運気を上げていくことができます。先ほどお伝えした
神社の御神木に行くのもいいですからね。そしてこの日のラッキーカラーは黒。自分の内側にあるパワーを発揮したり、自分の意志を強く持つ時に力を貸してくれる色です。ファッションや持ち物に取り入れると、自分でも気がついていない才能に目覚めたり、強みを生かしていくことができて、運気が上がっていきますからね。というこの日は、最強の金運パワーのエネルギーが流れているので、運をいっぱい動かして、運のポイントを貯めていこうね。それが運のポイントとして、どこかで豊かさが返ってきて、お金がどんどん巡ってきます。なので、自分の心地よさを意識して大事にすることもカンクションの一つです。だから一つでもできれば OK。できなくても充電日として OK です。そしてこの動画を見るだけでも波動をアップしますからね。楽しんでお過ごしください。それではこの虎の日にやろうと思うこと、そして予祝したいこと、お金の願いや叶えたい願い事をぜひこのコメント欄に書いてね。書くことによって自分の意識に入ります。波動が高いこのコメント欄に書いたら早く引き寄せますからね。そして嬉しいコメントもご紹介できないくらいたくさんいただいているので、体験談をお伝えしたいと思います。夫から好きなものを買いなと50万円もらいましたという方、開運日に開アクションも少しずつですがやっているからだと思いますが、この間思わぬところから5万円臨時収入も入りました。ありがとうございました。これからも楽しく運を動かしたいと思いますという方、おかげさまで昇給しました。嬉しいですという方、のりこさんの動画を見ていろいろと実践していたら思いも揺らぬ臨時収入に恵まれました。本当にありがとうございますという方、おめでとうございます。やっぱりこういうご報告は嬉しいよね。あと、予祝のコメントを書くときは予祝と書いてくださると大変嬉しいです。ということで、このコメントでみんなでこの波動をいただいちゃいましょう。次はみんなの番だからね。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ。いつもみんなありがとね。この5月26日はなんと源泉かけ流し温泉の日なんです。で、この言葉を聞くだけで私は源泉の温泉に入りたくなりました。前にね、温泉ソムリエの資格を取りましたよとお伝えした時があったんですけど、その時に私がめちゃくちゃ体感した温泉があったっていうお話をしたんですね。疲れた体が一気に、まあ、疲れが取れて驚いた温泉だったんですけど、その場所がどこか聞かれたんですけど、行ったのはね、ちょっと温泉名がわかんないんですけど、今和歌山県です。あとやっぱりね、熱海の温泉が最高ですね。徳川家康が湯治した場所と私は温泉行った時に書いてありました。まあ、温泉はね、またいっぱいお伝えしたいと思います。じゃあね。